世界遺産姫路城マラソンは兵庫県姫路市で行われる市民参加型マラソン大会。スポーツ文化ツーリズムアワード2016でスポーツ庁長官賞を受賞した。姫路城の平成の大修理が完成するのを記念して行われる大会。しかし2020年と21年は新型肺炎の大流行懸念で中止。数字マイナスは優勝回数、記録は 大会記録。スポーツ文化ツーリズム国際シンポジウムを初開催から、スポーツ文化ツーリズムアワード2016対象決定、姫路城マラソンスポーツ文化ツーリズム鉄柱賞、スポーツ文化ツーリズムアワード2016、柔選、姫路城マラソンの中止が、決定新型肺炎感染拡大で、世界遺産姫路城、 マラソン2015年2月22日開催2015年の姫路城マラソンフルは定員6000人世界遺産姫路城マラソン2015ゲストランナー招待選手姫路城マラソンゲストランナーに谷口博美さん姫路城マラソンゲストランナーに谷口博美さんら4人姫路城マラソン大会ゲストに福島横選手世界遺産姫路城 マラソン2015の開催について、世界遺産姫事情、マラソン2016ゲスト、招待選手、ありがとうございます。